楠木正成が崇敬し、その神力で得た神がかり的な武運と未来を予知したかのごとく立てられた戦略の数々、その神とは何なのか、祀ることさえ恐れ多い神、雨の皆主の神を武見熊里神社が司祭神として祀る理由とは謎の解明上、この動画の大半は楠木正成のお話になります。チャプター機能があります。トピック1から3は武見熊里神社のご紹介、トピック4から13で楠木正成の尋常ではない武運の数々、そして人物像をご紹介、トピック14、15でどうして恐れ多いとされる神を祀ったのか、謎の解明をさせていただきました。お時間のご都合に合わせてご覧ください。比利宝剣天、楠木正成が比利宝剣天の菊水器を掲げたとされる三熊里大明神、武見熊里神社の大元の神明楠木正成はこの神を崇敬し氏神とされました。神がかり的な武運で圧倒的不利な戦いを連戦連勝し、現在日本史上最強の軍事的天才と称され、皇居外苑に大きな騎馬像が立ちます。武見熊里神社を造営したのが楠木正成です。今回の神旅は全国でも希少な雨の皆かぬしの神を司祭神として祀られる武見熊里神社。雨の皆かぬしの神、この世を創生した神、神をも創生した源の神、神の神、ゆえに祀ることすら恐れ多いとされる神です。楠木正成はなぜ恐れ多い神を祀ったのでしょうか。この謎に迫ります。武見熊里神社、由緒崇神天皇5年、諸国が飢饉となった際、天皇は各地にため池や溝を作ることを勧め、この時に金剛山の山麓に御熊里の神が祀られたことに始まる。水は人々の暮らしに欠かせない財源であり、命の源である。御熊里はこの水源の水を公平に配るという意味を持つ。この神はこの地域の守り神であり、生前から死後まで守護するとされる産砂神である。またこの神は古来より御熊里大明神と称せられた。武見熊里神社、御祭神。現在の本殿は建武元年1334年、後醍醐天皇の勅命により楠木正成が造営したもので、三殿からなる。中殿に一軒舎の春日造り、左殿と右殿に二軒舎の流れ造りを配し、中殿と左右両殿を渡り廊で連結するという他に例を見ない全国唯一の様式で、御熊里造りと呼ばれる重要文化財。中殿に主祭神雨の皆かぬしの神が鎮座する。古事記では一番最初に登場する神こと天津神にして、造花三神の一柱、天の中央に座まする宇宙の根源神、祀ることですら恐れ多いとされる神。左殿に雨の御熊里の神と水葉の目の神、右殿に国の御熊里の神と瀬尾律姫の神を祀る。雨の御熊里の神、国の御熊里の神、水の分配を司る神、農業用水を分配する分水嶺の神。熊里は配りの意味、水源地や水路の分水点などに祀られる。古事記では神海の段で早秋津彦、早秋津姫から生まれた八神のうちの二柱、水葉の目の神。古事記の神海の段、イザナミの尿から生まれる。各地の神社にて廃止神として祀られることが多い。新岡は神神社、奈良県吉野郡などでお神の神と共に祀られている。瀬尾律姫の神、神道の大原への言葉に登場する神。古事記日本書紀には記されていない神名、人の汚れを早川の瀬で清める治水神ともされる。天照大神の改まとしても祀られる。水葉の目の神と瀬尾律姫の神は廃止である。廃止とは司祭神に添えて祀る神のこと。天と国の御熊里の神に水の女神が廃止する御熊里の社では、なぜ明らかに水神とされる神ではなく、恐れを多い雨の皆かぬしの神を司祭神として祀る必要があるのでしょうか。その答えの鍵は楠木正成にありました。楠木正成、日本史上最大の軍事的天才との評価を一貫して受ける鎌倉時代末期から南北朝時代にかけての武将、天皇に忠義を貫いた建武の元勲の一人。建武とは1334年から1336年、
もしくは1334年から1338年の期間を指す年号、鎌倉時代と室町時代に挟まれる期間、いわゆる南北朝時代初期。この時代の天皇は北朝型光明天皇、南朝型後醍醐天皇。元勲とは歴史上の王政復興、朝権回復に対して大きな功績があったものを指す用語です。楠木正成は出生など不明な点が多く、歴史に現れるのは鎌倉幕府討伐の後醍醐天皇の呼びかけに馳せ参じた時に始まります。圧倒的有利な幕府軍に対し正面から戦っても勝ち目はないことは明らか。希望を持って策略を巡らせば武力をしのぐことができましょうと進言した。赤坂城の戦い。元寇元年1331年、鎌倉幕府の倒幕計画が発覚した後醍醐天皇は三種の神器を保持して笠木山にて挙兵。これが元寇の乱の発端。河内国、赤坂城、下赤坂城では大阪府南河内郡千早赤坂村において楠木正成が笠木山を落ち延びた森吉親王、後醍醐天皇第三皇子を擁し貨幣を持って鎌倉幕府の正規軍全四軍と渡り合った籠城戦が始まろうとしていた。その数楠木正成500騎に対し幕府軍30万余騎。9月11日幕府軍が赤坂城を包囲、小高い丘ほどの山に旧しのぎの城。幕府の兵は城の貧弱さを一目見て一日もちこたえられないだろうと甘んじた。一気に攻め落とせと馬を降りて城へ襲いかかる。だが四方の切り立った城壁に来たところで近くの山から一斉に矢が放たれ幕府軍は洗礼を浴びる。これによりすぐには落とせないと判断した幕府軍は陣を構え休憩に入った。これを読み切っていた正成はすかさず魚鱗の陣で幕府軍に突撃。魚鱗の陣、先方に強力な部隊を配置し中央突破を狙う陣形、魚の鱗に似ていることから魚鱗の陣と呼ばれる。兵力が少数でも効果を期待できる陣形、後の武田信玄が愛用した武田八陣形の一つ。幕府軍は混乱に陥り馬や鎧兜を置き去りにする者がいながらも石川の河原にまで退却する。体勢を立て直した幕府軍は10万余騎を山に向かわせ残り20万余騎で城を囲んだ。だが城からは物音一つせず反応がない。四方の兵に手をかけ1000人ほどが乗り越えようとした瞬間、城壁が崩れ出す。正成は二重構造の城壁を用意し外側の堀は切り離せるように準備していたのだ。寄せては次々と地面に落とされ、さらに上から大木や堆積が降り注ぐ。それでも城壁にたどり着く者には希釈で熱湯を浴びせた。またもや幕府軍は後退を余儀なくされた。以降幕府軍は包囲するだけの作戦に切り替え、正成軍の兵糧が尽きるのを待った。10月21日夜、赤坂城からついに日が昇り城は陥落。焼け跡の大穴に焼死体を20から30体発見。これは楠木正成とその一族と判断。幕府軍は関東へ帰陣した。だが正成が長期戦は不可能と予期していたため兵糧が尽きた日、これまでの戦いで戦死した死体を大穴に入れて赤坂城に火を放ち、わざと幕府軍に城を奪わせたのだった。正成と森吉親王は密かに赤坂城を離れ完全に幕府軍を欺くことに成功する。赤坂城の戦いは幕府側を予想以上の苦戦に追い込んだことで全国的に倒幕の機運が高まるきっかけとなった。赤坂城には当て川の庄の旧主湯浅宗富士が幕府によって配置、その丘陵である正成の領地を与えられた。赤坂城奪還。元寇2年、1332年4月3日、正成は赤坂城内に兵糧が少なく、湯浅宗富士が領地から妊婦後600人に兵糧を持ち込ませ、夜陰に乗じて城に運び入れることを聞きつける。その道中を襲って兵糧を奪い、自軍の兵と妊婦やその警護の兵とを入れ替え、空になった俵に武器を仕込み、楠木軍は城内に潜入する。俵から武器を取り出して、時の声を上げ、
城外からの軍勢もまた同時に城の軌道を破った。岩佐宗富士は一戦も交えることなく降伏、正成は赤坂城を奪還する。楠木勢は紀伊国和歌山県の大豪族湯浅氏を引き入れたことで勢いづき、瞬く間に泉河内を制圧し一大勢力となった。5月17日摂津の住吉天王寺に侵攻。渡辺京より南側に布陣、正成が京に攻め込む可能性があると知らせたため、洛中は大騒ぎとなった。幕府側の出先機関で京都の守護軍六原丹大は5月20日に京から5000の軍勢を派遣した。5月21日六原軍は渡辺京まで進んだが、渡辺京の南側に楠木軍は300騎しかおらず、平らは我先にと川を渡る。正成の軍は六原軍が流れの深みに到達した頃合いを計り、天王寺付近に隠していた2000余騎の軍勢で三方から攻め立てた。大混乱に陥った六原軍は大勢が撃たれ、残りは命からがら京へと逃げ帰った。六原は武勇で誉れ高い宇都宮高綱後の金綱に正成討伐を命じ天王寺に布陣したが、その軍勢は600から700騎。和田孫三郎は正成に戦うことを進言したが、了承を戦わずして勝つと述べた。正成は夜になるとあちこちの山で松明を燃やし取り囲まれ、いつ攻めてくるのかわからないような不安に陥らせた、いわゆる心理戦。そして三日三晩これを行った。宇都宮がついに兵を京へ引くと、翌朝には正成が天王寺に入れ替わる形で入った。庶民に迷惑をかけてはならぬと部下には命じており、すべての将兵に礼をもって接したことでその勢いをさらにます。8月3日楠木正成は住吉神社に馬3頭を献上し、翌日には天王寺に太刀と鎧一両馬を奉納した。千早城の戦い。北条高時は畿内で反幕府勢力が台頭していることを知り、元寇2年1332年9月20日関東8カ国の大名からなる30万余騎の追討軍を派遣。これに対し正成は千早城をその背後の山城に築いた。正成は金剛山一帯に点々と要塞を築き、その総指揮所として千早城を活用し、千早城、上赤坂城、下赤坂城をもって幕府軍に立ち向かうことにした。元寇3年1333年1月晦日、幕府軍は軍を三手に分け、吉野、金剛山、そして赤坂に向かわせた。2月2日馬の刻午前12時頃、まずは赤坂城、上赤坂城で矢合わせによって戦いが始まった。平野重吉らは前線し、幕府は13日まで攻撃を仕掛けたが、戦いの度に死傷者が5600人は出るありさまだった。いたずらに攻撃を続けても城は落ちないでしょう。楠木勢は泉河内を制圧していたので簡単に兵糧が尽きるとは考えられず、城の南側の山奥から城内に水を引き込んでいる可能性があるので、それを潰すべきですと検索。幕府軍が水の手を切ったため城兵らは乾きに苦しみ、2月27日平野重吉以下将兵282人は降伏。楠木正成は千早城に引いた。降伏した城兵らは六原に送られた後、全員が六条河原で処刑され、その首は獄門にかけられた。これを伝え聞いた吉野や金剛山、千早城の兵らは獅子のごとく怒り狂い、誰一人降伏しようとは考えなくなった。2月18日幕府軍は吉野城を攻めて、これを陥落させ千早城へと向かった。赤坂城から来た軍勢もまた千早城に駆けつけ、総勢100万と号する大軍が千早城を包囲。牢城側楠木軍はわずか1000人足らずの小勢、赤坂城で勝利した勢いで幕府軍は一気に攻略しようと六二陣も構えず我先にと攻城した。千早城では櫓より大石を投げ落として敵の盾を砕き、逃げ惑う兵には矢を降り注ぎ、谷底には死体の山がうずたかく重なった。そのため今後は総大将の許可なく合戦を行う者は罪に問うと触れを出したため、
戦いはしばらく休戦状態となった。赤坂城の霊に倣い水源を断つ持久戦に切り替えたが、城内には大木をくり抜き300もの木船が水を蓄えており、食料も十分備えていた。幕府側は緊張の中で毎夜を過ごしていたが、だんだんと気が緩み出した。正成はこの機を逃さずに300人を闇に紛れて城から下ろし、夜の明けきらないうちに襲わせた。楠木軍は水辺で警戒していた兵ら24人を切り伏せたのをはじめ、休む間もなく切りかかり、名越軍は持ちこたえることができず元の陣まで退却した。幕府軍衰退の始まり。楠木軍は城の正面に名越軍から奪った旗と大幕を並べ、取りに来るように声を上げてからかった。名越軍の人々はこれに激怒し、軍に一人残らず討ち死にせよと突撃を命じた。名越軍総勢5000騎は味方の死体を乗り越えながらも城の坂茂木を破壊し、城の崖下まで攻め込んだ。坂茂木、戦場や防衛拠点で先端を尖らせた木の枝を外に向けて並べて地面に固定し、敵を近寄らせないようにした。障害物、しかし崖は高く切り立っているので登ることができなかった。これに対し崖の上に横たえてつなぎ止めてあった大木を10本ほど切り落とし、これによって名越軍死500人ほどが圧死、残りには四方八方の矢倉から矢を追いかけ名越軍の惨敗に終わった。長崎高貞はこれを見て、城を力攻めすればいたずらに兵を失うので戦闘を行わず兵糧攻めにするように命じた。長引く籠城戦で包囲軍の士気に緩みが見えてくると、正成は兵らに藁人形を20から30体作らせ、甲冑を着せ弓や槍を持たせた。その人形を夜のうちに城外の麓に並べ、後方に兵500を潜ませ、夜明けになると朝霞の中から時を上げ矢を放させた。幕府軍はこの攻撃を決死の攻撃と思い込み攻め寄せた。正成軍は藁人形に到達した頃合いを見計らい兵を引かせ、大量の大石を浴びせた。これ以降幕府軍はさらに戦を控え始め、諸国から集められた兵は何もせず、各大名の陣営では江口や神崎から遊女を呼び寄せ遊びふけるありさまだった。また名越軍では名越宗則と甥の名越兵庫助が才の目から口論となり、互いに差し違えて死んだため、双方の家来が戦って204人が相打ちする騒ぎが起きた。籠城中の楠木軍からは天皇に敵対したために天罰を受けたのだと嘲笑された。元寇3年1333年3月4日鎌倉より戦をせずただ時を過ごすとは何事か、すぐに城を攻略せよと厳しい下旨が届き、彰子を特例することになった。包囲軍は本丸北側の渓谷に橋を架け、一気に攻め上る作戦を立てた。橋に大縄を3000本ほど結びつけた後、滑車を用いて橋を巻き上げ、城の崖に倒して橋を架け、6000人が突入した。正成はかねてより用意していた松明に火をつけ、焚き火を積み上げるように投げ、水鉄砲の中に油を入れ橋に注いだ。城内にたどり着こうとしていた兵は後ろに下がろうとしても誤陣が続いており、飛び降りようにもたに深くもたもたしていると、谷風に煽られた火により橋が中ほどより折れ、数千人が橋とともに猛火に落ち重なって焼死した。やがて森吉親王の命を受けた吉野、十津川、宇田、内軍の信氏が楠木軍に味方し、幕府軍の領土を遮断し食料を立たせた。幕府軍の陣馬が飢えるようになり、毎日のように200騎余りが包囲軍から逃げるようになったが、地理的優位な信氏に襲われて討ち取られるか、馬や甲冑、衣服を奪われるありさまだった。千早城へ釘付けになっている幕府軍の感激を縫い、後醍醐天皇が沖国の敗将脱出、倒幕の臨時を全国に発し、これに播磨国赤松の利村、伊予国川野氏、肥後国菊池武時が放棄すると、千早城を囲んでいた大名が相次いで帰国した。5月7日足利尊氏によって京の六波羅探題が陥落する。5月8日馬の国、その知らせが千早城の籠城軍、包囲していた幕府軍にも伝わった。幕府軍の諸将は相談し、
一日でも退却が遅れれば信氏が多数集結して山中の道が危なくなるとして千早城からの撤退を決断。5月10日早朝、幕府軍の諸将は陣を撤収して10万騎の軍勢は南都へと引き上げた。だが大混乱が起き、岩場に突き当たってやむなく腹を切る者、谷底に落ちる者、他人に踏み殺される者、あるいは信氏に襲われる者が続出し、大勢の兵が退却にあたり死亡した。楠木正成討伐のために膨大な軍資金が必要になった幕府は、新田の将に対して6万貫もの軍資金をわずか5日で納入するように迫る。その過酷な取り立てに耐えきれなくなり、幕僚を殺害、投獄したことに端を発し、5月8日、新田義貞は鎌倉を攻め、5月22日、鎌倉幕府は滅亡することとなる。建武の新政、元寇3年、7月17日、天皇自らが政治を行う、新政が行われた。楠木正成は、河内、泉の守護大名に任じられる。この頃の治安は、凶作が続いた中で、災害もあり、庶民は餓死する者が絶えなかった。そのため、疫病が蔓延し、京の治安も最悪な状態。天皇は、諸国に地高をうがち、農事を進められ、この時、金剛葛城の山麓に、水神として奉仕せられた。正成に御事乗りして、元は山下にあった社殿を、山上に移し、本殿、拝殿、首楼等を造営。鳥居には、正一、三国大明神と記された、後醍醐天皇神筆の木額が掲げられた。これが、武三国神社の由緒である。一方、高氏は、後醍醐天皇に不満を表すようになり、これをよからぬものと、森吉親王は、高氏は、六波羅探題を滅ぼしたに過ぎず、幕府軍と戦い、勝利したのは我々であると、対立。建武元年、1334年、11月、正成が、北条氏残党を討つために、京を離れた直後、森吉親王が、謀反の嫌疑で捕縛され、鎌倉へ送られ幽閉される。建武2年、1335年、鎌倉幕府再興を目指し、北条時行が中仙台の乱を起こす。高氏は、後醍醐天皇に、時行討伐のための征夷大将軍、総追武士の任命を求めるが、後醍醐天皇は、保留し、却下する。この反乱を鎮圧した高氏は、後醍醐天皇の帰京命令を拒否し、鎌倉に京を据える。8月には、新政下の世相を風刺する、二条河原の落書が現れ、民衆の不満が高まる。二条河原の落書、88節にわたり、混沌とした世相を風刺した文章。作者は不詳だが、建武政権に不満を持つ、京の総書族とも言われている、七五調の要素を持つ、詩をかたどった文書であり、漢詩や和歌に精通している人物が書いたと推測されている。高氏は、乱の鎮圧に付き従った、彰子へ独自に恩賞を与え、関東にあった、新田氏の領地を勝手に没収するなど、新政から離反し、後醍醐天皇に反旗を翻す。12月、高氏追討の命を受けた新田義貞は、箱根、竹の下の戦いに赴くが、高氏に敗れる。京へと戻り、これを追う高氏は京へ迫り、後醍醐天皇は、比叡山へ逃れる。建武3年、1336年、1月、足利軍が京に入る。1月13日、北畠顕家が近江坂本に到着すると、正成は新田義貞と合流。1月28日、正成は新田義貞、北畠顕家、名は長利、千草忠明と共に、京へ総攻撃を仕掛ける。この合戦は、30日まで続いた。高氏は京都を追われ、後醍醐天皇が京都を奪還する。敗走する足利軍は、丹波を経由して、摂津まで逃れたが、2月11日、正成は義貞、顕家と共に、摂津、手島河原の戦いで、足利方を九州へ駆逐する。正成が、足利尊氏と、和睦するべきだと、天皇に奏上。確かに、鎌倉を直接攻め落としたのは、新田義貞だが、鎌倉幕府討幕は、尊氏の貢献によるところが大きい。さらに義貞には人望、徳がないが、尊氏は多くの諸将からの人望が厚く、九州に尊氏が落ち延びる際、多くの武将が随行していったことは、
高氏に徳があり、義貞に徳がないことの証であるというものであった。この提案は天皇側近の公家たちにはいぶかしがられ、また鼻で笑われただけであり、にべもなく却下されてしまった。桜井の別れ。建武3年1336年4月、高氏は筑前の国宗像を本拠とする宗像氏宣の支援を受け、宗像大社に戦勝を祈願。多々良浜に布陣した菊池氏率いる宮方と戦い勝利する。これにより九州を制覇、体制を立て直し、京都奪還を目指し東進を始めた。高氏は河野物直らと博多を立ち、備後の国の友の津で黄金上皇の院宣を獲得。四国で三河の国、細川氏、美濃の国、時氏、伊予の国、川の白の率いる戦隊と合流、海路を通信。その軍勢は10万を超していた。一方義貞の軍勢はその数を日ごとに減らし、5月13日に兵庫に到着した時には2万機を切っていた。正成は絶望的な状況下、湊川への出陣を命じられる。一度京を明け渡し、京中で高氏を迎え撃つべき戸後醍醐天皇や公暁に進言するが、天皇が二度も京を離れることは体面が悪いとしてこれを退けた。それでは討ち死にせよとの勅命を下していただきたいと悲痛な言葉を残した。正成は泉や川地の守護として勅命により軍勢を催しても、親類一族でさえ難色を示す。ましてや一般の国人はついてこず、天下が天皇に背を向けたことは明確。世の中の人々が天皇や建武政権に背を向け、民衆の支持を得られていない状況では敗北は必至である。正成は高氏との戦の勝敗が人心にあると考えていた。5月16日正成は京から兵庫に下校した。桜井にて一時陣を張り、正成は息子の正綱を呼んだ。正綱は、そなたはここから川地へ帰れ。この度の戦にそなたを連れて行くのは無理かと思う。なぜでござりまする。この戦での父は死ぬかもしれん。存じております。母上がそう仰せになりました。父上は何も仰せにならぬが、この度は覚悟のご出陣じゃと。それでも行くかと。正綱は母上に申し上げました。同じ偉人なら父上と一つの陣で、同じ死ぬなら父上と共に死にとうございます。母上はお泣きになりましたが、そなたも13歳に不足はあるまいと、この鎧も手ずから着せてくださりました。正綱も武士の子、初陣で死するは誉れにござりまする。何とぞ何とぞ。ようもおした。武士の子たる者、そうでなくてはならん。それでよい。だがの正綱、死ぬだけが物の負の道ではないぞ。武士が一番大事にせねばならんのは二つとない命じゃ。いかなる道を志そうと命も遂げ何ができようか。しかれば武士の一番の恥は無益な死じゃ。父と共に死するは無益なことじゃ。父は帝に深いご恩がある。それゆえに戦に行く。去りながらもぞっと力を尽くし、戦ではない忠義の道を探すべきであった。それが見つからなんだ。心は砕いたが力が及ばなんだ。それが生涯の不覚じゃ。この戦は不覚の戦じゃ。不覚の戦にそなたを連れて行くことはできん。父上、河内へ帰れ。世の中は変わる。それをじっと山の中で見ておれ。おのずと己の生き方が見えてくるはずじゃ。志もでき分別もつけば立派な大人じゃ。大人になればそなたの命をいかようにも使えばよい。それから先はそなたの一生じゃ。生きてはよ大人になれ。父上、
河内へ帰って山の畑へ行ってカラスをやろうとけ。そなたと二人で撒いた種がカラスに全部食われんようにの。正面は後ろ髪を引かれるように帰路につく。正成はその姿を優しい目で見送り港川へ向かった。これが後に桜井の別れと呼ばれる。楠木正成と新田義貞、最後の戦前夜5月24日、正成は兵庫に到着し、義貞の軍勢と合流した。その夜、義貞と正成は酒を酌み交わし、それぞれの胸の内を吐露した。義貞は、先の戦で高氏相手に連敗を喫したことを恥じており、高氏が大軍を率いて迫ってくるこの時に、さらに逃げたとあっては、笑い者にされる。かくなる上は勝敗など度外視して一戦を挑みたいと内情を発露した。義貞は鎌倉を攻め落とすという大功を成し遂げたため、その期待から高氏討伐における天皇方総大将という過重な重荷を担わされた。箱根竹下での敗北、播磨攻めへの地産、八鬼城攻略の失敗などについて義貞は強い自責の念を感じていた。正成はこの義貞の心中の吐露に対して他者のそしりなど気にせず、退くべき時は退くべきであるのが了承のなすべきことである。北条高時を滅ぼし高氏を九州に追いやったのは義貞の武徳によるものだから誰も侮る者はいない。遠い玉砕覚悟の義貞を慰めると同時にたしなめた。正成の説得で義貞の顔色は良くなり、夜を通しての彼らの物語に数杯の酒が興を添えた。港川の戦い。建武3年5月25日、辰野国、楠木、新田連合軍は足利軍と海を挟んで港川で対峙した。海から足利高氏の率いる軍が港川に到達。陸からも足利忠義を司令官とする陸上軍主力の大軍が西国街道を進行し接近しつつあった。海からの大船団は後藤、義賀、天下を争った石壁の戦いをしのぐとさえ言われる。これに義貞と正成は少しもひるむことはなかった。義貞は南から上陸してくる足利軍の軍船に背中を向けるばかりか、北に陣取った楠木正成と脇屋義助がもし撃破されてしまうと、東西南の三方向が海に面している和田岬が足利軍に完全に包囲され退路を塞がれてしまう不思議な陣立てであった。義貞はあえて背水の陣を敷き、配下に決死の覚悟で合戦に挑むよう促したと推測されている。海と陸から進んできた足利軍は互いに近づいて攻め寄せ、海の軍勢が太鼓を鳴らして時の声を上げれば、陸にいた軍勢もまたこうして時の声を上げた。官軍もまた盾の端を鳴らしてエビラを叩き時の声を上げた。互いの時の声は、南は淡路の江島ヶ崎、鳴門の沖、西は播磨寺、須磨の浦、東は摂津国、幾多の森にまで300より四方に響き渡るほどであったという。合戦の趨勢は細川水軍の突撃が契機となって一気に足利が有利に傾いた。楠木正成は新田義貞と分断された後、弟の楠木正末は敵に前後を遮断された、もはや逃れられない運命だと述べ、前方の敵を倒し、それから後方の敵を倒すことにした。正成は700余騎を引き連れ足利忠義の軍勢に突撃を敢行。菊水の旗を見た忠義の兵は取り囲んで討ち取ろうとしたが、正成と正末は奮戦し、ついには忠義の近くまで届き足利方の大軍を蹴散らして須磨上野まで退却させた。高氏は忠義が退却するのを見て軍を新手に入れ替えて忠義を討たせるなと命じた。6時間の合戦の末、正成と正末は敵軍に16度の突撃を行い、楠木軍は次第に数を減らし、ついに73騎になっていた。疲弊した彼らは港川の東にある村の民家に駆け込む。七将報告。敵の包囲を突破して逃れようとすれば逃れられたのだが、正成は京を出立した時からこの命もはやこれまでと覚悟するところがあった。
そのため一歩も退かずに戦い、すでに精魂尽き果てた。腹を切るために鎧を脱いで自分の体を見ると、切り傷を11箇所も負っていた。その他72人の者たちも皆5箇所、3箇所と傷を負っていない者はいなかった。正成は上座に腰を下ろしながら弟の正末に向かって、そもそも人間は最後の1年によって来世の善悪が決まると言われている。苦海の間に何かご変の根がひなる。苦海のうちどこに行くことを願うかと問うと、正末はカラカラと打ち笑って、七将までこれ同じ人間に生まれて朝敵を滅ぼさばやとこそ存じ将来、極楽などに行くよりも七度人間に生まれ変わって朝敵を滅ぼしたいと述べた。正成は嬉しそうな表情をして、罪業深き悪念なれども我もかように思うなり、なんとも罪深い邪悪な思いだが私もそう思うと同意し、いざさらば同じ癖を変えてこれ本懐を達成。さらばだ、私も同じく生まれ変わり滅族の本懐を達そう、と兄弟で差し違えたと物語られる。七将報告。七度生まれ変わって国に忠誠を尽くす。この世に生まれ変わることができる限り永遠に国に報いる。武見熊里神社、拙者奈義神社大南光楠木正成公を祀る。奈義とは楠木を分けたとも言われる。延元元年1336年、正成公が湊川で戦死されると後醍醐天皇その投石限りなく、翌2年1337年、御自ら公の尊像を刻ませたまい、公と縁故深き当社境内に祭り、その忠誠を無休に伝えしめたまうたとあります。楠木正成を奉祭する日本最古の神社、神号は奈義明神。楠木正成は圧倒的不利な戦を神がかり的に連戦連勝する、そして未来を予知して帰中させている。足利尊氏が鎌倉で反旗を翻し、箱根竹の下の戦いに勝利、京に入った正成は新田義貞、北畠顕家、名は長利、千草忠明らとともに京へ総攻撃を仕掛け、後醍醐天皇が京都を奪還する摂津と島河原の戦いで足利方を京から九州へ駆逐、その勝利に誰もが歓喜した。だが正成は戦勝に浮かれることなく尊氏との和睦を提案。これは正成による諫言である。諫言とは目上の人の欠点や過失を指摘して忠告すること。この和睦こそが未来予知、必ず尊氏は反逆する、その時では遅い、ゆえに今こそ和睦するべきだと進言した。尊氏が落ち延びた九州には菊池氏が宮方として大きな勢力を持っていた。公家たちは尊氏恐るるに足らぬと鷹をくくったに違いない。縮小する公家たちにはなぜゆえに勝利した者からは僕を申し入れねばならぬのかと、いぶかしがられこれを退けられる。予言通り尊氏は多々良浜で奇跡的な勝利を収め闘神を始める。これを迎え撃てと湊川への出陣を命じられる。敗北は決まっていた運命。尊氏を討ち取れぬのなら撤退させる戦を行おうと提案するが、京を離れるのは面目が立たぬと却下される。打ち破る策もない戦なら討ち死にせよとの勅命を下していただきたいと死を覚悟する。湊川の戦いに敗北したことから後醍醐天皇は結果的に京を明け渡し比叡山へ逃れる。後醍醐天皇との抗争に決着がつき、室町幕府の成立と南北朝の成立につながる。すべては正成による諫言、尊氏との和睦を進言した時にこうなることが分かっていた。楠木正成は生誕に関して謎とされています。近年の研究で少なくともその祖先は大阪ではないのではという説が浮上しています。であれば千早赤坂周辺の氏神を崇拝した理由がますます分からなくなり、謎が深まるばかりですが、個人的には氏神であったと思っています。さらにその末裔も旧日本帝国軍が捜索したが有力な情報はなかったと現代では解釈されています。大戦中戦艦金剛には古来より金剛三鎮守として
崇敬されてきた武見熊里大臣の御文霊がその館内に勘定され奉仕されていた。金剛は鬼の金剛と恐れられ幾多の海戦に参戦し最も活躍した軍艦の一つに数えられる。大阪港へ寄港の際には艦長以下乗組員が艦の守護神とされた当社へ参拝することが慣例となっていた。そして現在も防衛省自衛隊関係者の参拝が後を絶たない様子です。正成が祀った神その神力とは予知先を見通す眼力と尋常ではない分正成は凄まじい武人の神を祀った可能性が浮上しました。武見熊里神社が雨の水中主の神を司祭神として祀られる理由。武見熊里神社の創建は崇神天皇5年諸国が飢饉となった際天皇は各地にため池や溝を作ることを勧めこの時に金剛山の山麓に見熊里の神が祀られたことに始まる。見熊里大明神正成はこの神を氏神と称し崇敬していたことで凄まじい武人の神が祀られている可能性が浮上する。熊野三山の決美巫女の神熊野早玉尾の神熊野娘の神これと同じく見熊里大明神は危機に登場しない人命仏と同一とする権現は神仏集合によるもの仏教伝来後に宛てられたもの。楠木正成が後醍醐天皇の勅命により武見熊里神社を造営した際に祀った神は見熊里大明神である。正成の天才的な戦略と神がかり的な武運そして旧日本帝国軍との関係戦艦金剛消された石碑その神とは先を見通す眼力と尋常ではない武運凄まじい武人の神ただしその神力は天に忠実でなければならないという共通点がある。楠木正成の菊水記に刻まれる比利宝剣天の文字比は理に劣り比は法に劣る法は時の剣に劣りその剣も天道に劣る天道を欺くことはできず天道に従って行動するのが最善の道である。現代では法言とされます。法言とは法律に関する格言やことわざのこと。非常理なことは理屈に勝らず理屈は法に勝らず法は権力に勝らず権力は天に勝らず天は天皇そしてその民と捉える。それも方言では美しい解釈です。神旅でたどり着いた答えは比利宝剣天。正成の忠義は天に向いていた。現世ではその子孫である後醍醐天皇に忠義を尽くした。未来永劫変わることがない忠義。天とはまさに天であり天の中心である雨の水中主の神を武見熊里神社の司祭神として祀られる意味ではないでしょうか。七章報告未来永劫変わることがない忠義そして今もご兄弟で国に忠誠を尽くしていらっしゃるのかもしれません。皆様はどう思われますか。